エンジョイバレーボール。エンジョイ神戸。皆さんこんにちは。久光スプリングス井上ありさです。浜松飛鳥です。コーチの磯田です。今日は皆さんと一緒に楽しくチャレンジしていきたいと思います。イエーイ。この動画では、今までバレーボールをやったことがない初めての、小学校低学年の方や初心者の方に向けた、練習メニューの提案になります。今回のテーマは一人でボールをつなごう、おうゴーゴーねえ、おいそれでは早速やっていきましょう。最初の練習メニューは、自分一人で、風船もしくは紙風船もしくはバレーボールがあれば、それを使ってやってみてください。まずは一人で、ボールを落とさずに、体のどこを使ってもいいので、ボールを落とさずに、つなぐ感覚を身につけましょう。それでは選手にやってもらいます。じゃあいきまーす。いた、ここで、この練習のポイントをちょっと教えてもらおうと思います。井上選手お願いします。はい、この練習ではボールの下を触るように意識してやっていきます。じゃあそれを意識して練習してみてください。ではステップアップいきます。ボールを2つに増やしてください。2つを増やした状態でボール2球を落とさずに1人で続けてみるようにしてみましょう。それではやってもらいます。行きます。はーい。それでは今の練習のポイントを浜松選手に教えてもらいたいと思います。はい、ポイントはこの2つの風船を自分の視野に入れて、さっき言われたように下を叩くのを意識したらうまくいきます。意識してやってみてください。それでは最後にスプリングスチャレンジです。もう一人一球ボール持ってもらって、どんな体勢になっても、ボールを落とさないっていう、意識づけの練習になるので、やってもらいたいと思います。ルールとしては立った状態から、うつ伏せになります。ボールをつなげながらうつ伏せになってまた立つ、立てたら仰向けになって立つ、ここまで一回も落とさずに続けることができれば成功になります。では二人にやってもらいたいと思います。よーいスタート。やばっ仰向け、うつ伏せ、ではスプリングスチャレンジの上級編に行きたいと思います。さっきのメニューが簡単だった人は、このメニューやってみてください。さっきの同じことをやるんですけれども、時間を計ります。でどれだけ早く、ボールを落とさずにコントロールできるのかっていうのを競っていきましょう。それでは2人に挑戦してもらいたいと思います。ではいきます。よーいスタート。ちょっと嘘でよ。はい、終わり。はい、終わり。拍手。井上選手の記録は15秒でした。すごい。浜松選手の記録は17秒でした。イエーイ、ぜひこの記録に挑戦してみてください。みんなも私たちの記録を超えてね。さて、じゃあ今までいろんなチャレンジしてもらいましたけど、実際にやってみてどうでしたか？私はバレーボール10年以上やってるんですけど、意外と難しかったです。家でもみんなで楽しくできると思います。皆さんもご家庭でぜひやってみてください。
これからも私たちは神戸のみんなのチャレンジを応援します。私たちと一緒に夢に向かってチャレンジしましょう。バレーボールの試合も応援に来てね。待ってるよー。